谷沢川、矢沢川は、東京都世田谷区を流れる多摩川水系の一級河川である。水源は、東京都世田谷区桜川丘4丁目、5丁目付近の、武蔵野大地上の湧水と桜川丘3丁目の旧、品川湧水のかつての吐水跡とされる。ここから南下して植え、溶河地内の複数の湧水を合わせ、世田谷区中町を経由する。 この周辺では水を浸透させにくい粘土質の土壌の上部を流れるため、河川による解析が進んでいない。中町より上流の流路は、大正昭和初期の玉川前園高地整理により、直線化されている。途中の首都高速3号渋谷線下の田中橋付近から玉川への合流口までが開挙となっている。上流の世田谷区桜ヶ丘山丁目付近には、わずかが開挙が残っている。 中町二丁目付近で、かつての、いかだ道が上をまたぐ。ここに架か,かる姫の橋付近には、姫の滝、または、野良殿の滝と呼ばれる流水の滝が、谷沢側に落ちていたが、昭和13年、1938年7月の水害により崩落し、その後の河川整備で失われて、現在は、橋の名に留まるのみになっている。この滝の付近から川谷を深くする。 東急大井町線に沿う形で一旦投信した後、南下して23区内唯一の渓谷とされる、轟渓谷を流れる。この辺りでは、水面は、周辺の最も高い大地面から20メートルから30メートル近くも、切れ込んだ深い谷を形し、渓谷崖からの多量の湧水が見られる。流れは、東京都道311号環状8号線、環八通り、 玉沢橋の下をくぐり、世田谷区の下付近で国分寺が桂線を出たところで、マリコ川、旧六号用水に突き当たる。かつて、六号用水は、大田区、六号までの通水の高低差を確保するため、谷沢川の上を交差して流していたが、現在は、当初の役目を終えて谷沢川と合流し、世田谷区玉津積で玉川に注ぐ。しかし、六号用水の歴史的遺産の保護と、 環境保護のための清流復活事業として、合流した川の水の一部をポンプで引き上げ、ここから下流のマリコ川に流している。トドルキ渓谷は、旧社地のため宅地開発を免れて、比較的豊かな生態系が残された。一方で上流部や、渓谷周辺の宅地化が急速に進みぞ浮林や、 遊水が失われて、一時は農家や家庭からの排水が警告内の川を流れたが、その後の早い時期から、下流の景観保護の機運が高まり、上流部の下水道の整備が進んで後輩を免れている、口実。現在の谷沢川の上流は地下水面の低下などで、降雨があった時以外は現在は通年にわたって水量が少ない。そのためこちらも、 清流復活事業として、仙川の水を、道区岡本三丁目で取水し、生物路化した上で洋岩まで送り、谷沢側に導入する施設が作られた。また、上流域で雨水をため、これを、滑水時に、中町一丁目付近と、ゴルフ橋付近から谷沢側へ放水している。武蔵野大地は、水を通さない海生の粘土質層の上に水を通しやすい歴層が五層となった。 関東ロームに覆われた大地であり、大地上をはじめ玉川に削られてできた崖線には多くの湧水がある。轟渓谷は、この大量の湧水が大地を侵食してできた渓谷である。渓谷の谷底は、轟ど駅付近から下流の脇を遊う歩道が整備されている。10メートルほどの急峻な両崖には、武蔵野の雑木林が残って陰鬱として、夏でも霊寮である。また、 南側は、戦国時代に、深沢から移ってきたとされる、万願寺の境内に隣接し、その別院のとどろき不動村は、霊場として、湯水が流れ落ちる不動の滝に打たれる修行者が、時折見られ、陶器を除いて茶屋も立ち、都内でも、有数の憩いの場となっている。とどろきはその名の由来を、こうした湯水の流れ落ちる、御社の、とどろくにちなむという説が有名であるが、 元の万願寺の場所のうさぎよ、と、泥城からなど諸説ある。歴史上の記録よりも遡った古来からこの渓谷は存在しており、渓谷崖には7世紀頃のものと考えられる、横穴式の古墳なども見つかっている。1931年、昭和6年、轟渓谷の西側の大地上に、後藤慶太による目黒蒲田電鉄開発経営の とどろきゴルフコースが開業したが、渓谷は、こうした貴重な景観と史跡を数多く残すことから、1933年、昭和8年に玉川風地地区に指定され、五岸整備と遊歩道の整備に着手し1936年、昭和11年に完成した。戦後は1974年、昭和49年に、横穴式古墳、とどろき不動村を含めた世田谷区立、 とどろき公園として開園する。東京特部では唯一の自然の渓谷であり、1999年、平成11年には東京都指定名称に指定され、その環境が保全されるとともに、渓谷沿いに散策道が整備された。ただし、地下水の汲み上げなどにより、不動の滝や周辺からの湯水量は年々減ってきている。中町から、 届き周辺の地形を見ると、高低差が2メートルから4メートルほどの幅の広い谷底地形が自由が丘の方へ蛇行しながら伸び、のみ川へ繋がっているのがわかる。ここは中心部を、現在は下水道幹線の暗挙となっている九本仏川が流れているが、これが本来の谷沢川である。その後、流路が変更され、届き渓谷を下るようになった。 この流路変更には、轟渓谷から谷頭侵食を受け、その結果谷沢川上流部が河川争奪されて流路が変わったとする自然現象説がある。この説では侵食の進み、具合から歴史時代より昔に流路が変わったことを示唆するが、明確にはされていない。一方、江戸時代に水利をめぐる争いや排水不良の改良のため人為的に流路が、 変更されたとする人工改札説がある。しかしこちらは、すでに解析が進んだ渓谷の先端と谷沢川を、つなぐのみならず、中町のあたりまで深く掘削した理由が明らかでなく、またそれほどの大工事の記録が見えない。こうしたことから、一般には前者の説を取るものが多い。急斜面に比較的豊かな武蔵野の雑木林が残っており、 下記の野鳥を含めた動植物の生態系を支えている。なお、全域が鳥獣保護区に指定されている。また、川では、以下の魚が確認されている。東急大井町線とどろーキよりゴルフ橋まで徒歩数分。ゴルフ橋より、下流方面に多摩川までの約1キロメートルにわたり、散策路が整備されている。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。